株式会社リバネスは東京都新宿区に本社に置く日本の企業、小中高校生向けの実験教室や出前授業などの教育サービス、人材教育商品開発など価格全般に立脚した各種事業を手掛けている。2002年代表の丸幸宏が終始2年生の時に設立。当時メディアを賑わせた理科離れに対処するために、 理系学生15名で設立された。理系修士号、博士号取得者のみで運営されている。小中高校生への理科教育を中心に、理系のバックグラウンドを活かした、情報発信、研究受託サービス、飲食店、植物工場設置導入、アジア展開コーディネートなどを手掛ける。企業理念は、科学技術の発展と、地球貢献を実現する。 令和納豆との関係が非常に深く、代表の高橋周一郎は、令和納豆の運営会社である、株式会社納豆の顧問をしている。またリバネスが保有していた、宇宙大豆を令和納豆で提供したり、リバネスの主催イベントに、令和納豆が参加したりもしている。リサーチやはリバネスが提供する研究者向けサービスの、総称。運営は、人材開発事業部。 提供しているサービスにはなどがある。民間グラントの一種。若手研究者向けのグラントである。リバネス独自及び企業協賛の下で募集が行われている。正午萩原、地の循環丸、雪広、GQ ジャパン、2011年8月18日。 h t t p g q j a p a n j p m o r e b u s i n e s s 2 0 1 1 0 8 1 8 e 3 8 0 8 4 e 7 9回 a 5 e 3 8 0 e 3 8 1 a 2 e 2 BE%AA%E7%92%B0%E2%94%81%E2%94%81%E4%B8%B8E5%B9%B8%E5%BC%98AB 株式会社リバネス第18期決算広告 236問いがなくならない限り、いつも世界は驚きに満ちている。マンモ TV、2008年。http://www.mammo.tv スラッシュインタビュースラッシュアーカイブズスラッシュ NO236.html。丸、ゆきひろリバネス社長、週刊経済ら新版、企業家人物辞典、2008年6月29日。 http://ijil.keimaster.com スラッシュ wadai スラッシュ tb スラッシュなななな .html 大助サイト、理系博士が集まる最先端科学のネットワーク、ワイヤード2巻2012年1月4日 http://wired.jp:/2012/01/04/E7%90%86%E7%B3%BB%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E3%81% 8c%e9%9、e、バイト %86%e3%81%be%e3%82%8、e、バイト %e6%9c%80%e5%85%88%e7%ab%af%e7%a7%91%e5% AD%A6%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF A.B. 吉村克美、科学と教育とビジネスを巧みに結びつける、異色の研究者集団月間、ニュートプエル2012年12月号、株式会社リバネス代表取締役 CEO 丸、ゆきひろ、情熱社長、2014年1月、 h t t p p a s i s i o n t e n s h o k u c o m c e o 2 0 1 4 0 1 1 9 3 3 3スラッシュ役員紹介株式会社ナットナット c o リミテッド2021年4月3日閲覧。リサーチアは、リバネスが提供する研究者向けサービスの総称です。 Das: h t t p s r l n e s h o r t o t o n s l a b o u t s l u n i e 株式会社リバネね人材開発事業部、das: h t t p s r l n e s h o r t o t o n s l a b o u t h t t p s r l n e s h o r t o t o n s l a s h g r a n t a b o u t s l s h リサーチアの提供しているサービスについて h t t p s r l n e s h o w t u スラッシュ、アバウトスラッシュ、リーバネス研究費の申請資格は40歳以下の研究従事者となっています。 https://r.l, ne.shortotom-grant-grant-grant-fq-https:/r.l, n e s h o r t o t o m c a t e g o r y g r a n t g r a n t g r a n t a r c h i v e s h t t p s r l n e s h o r t o t o m c a t e g o r y ランッシュる w a r p e d スラッシュ,ッシュ,ッシュありがとうございます。